練馬区議会議員の佐藤力です。佐藤力チャンネルをご覧いただきありがとうございます。タイムリーなネタを分かりやすく押さえしていきます。今回は夜や休みの日に子供が熱など、体調を崩した時の対処法について解説いたします。まあ、小さいお子さんがいる家庭のあるあるだと思うんですけども、子供ってすぐにまあ熱を出したり、体調を崩したりしますよね。しかも大概。 休みの日や夜遅く通常の病院がやってない時にそういった状況になりますで私の家も小さい子供が3人いるんですが急にぐったりしたりまた何をしてもずっと泣き続けたりそういうこともありそういった時にどうしたらいいんだろうといつも対応方法に悩んでいます救急病院に行くかかそれ 救急車を呼ぶか、それとももう少し様子を見るか、まあ、どうしたらいいのか皆さんはこんな時どのような対応をしていますでしょうか我が家の場合は、まあ、大抵はネットで、まあ、症状からのその考えられるまあ対応方法をまあ検索してそれを試してみたり「シャープ #8000 番」 のま子ども医療電話相談にま電話をしてアドバイスをしてもらったりしています今回ご紹介するのは夜や休みの時などま病院がやってない時も含めてま子どもが体調を崩してしまいま対応に困った時ま活用できる冊子です日本小児救急医学会という学会が発行しているものになりましてこういったものになります 救急時の子どもの見方と受診の目安という冊子になりますそこにはこのような問診表がついています全身の状態や顔つき、呼吸状態、嘔吐など、まあ、この問診表に基づいて子どもの様子を確認することで救急車を呼んだ方がいいのか、救急病院に行った方がいいのかまたは様子を見た方がいいのか、そういった目安を知ることができます まあこの冊子に書かれている重要な点としては子どもの全身の状態を評価するためには日頃から健康状態や普段の様子をよく見ていくことが大切ということですぜひ子どものいつもの様子をまあ普段から把握していただきまあ急病や怪我などあったときにこの救急時の 子どもの見方と受診の目安という冊子をまあ、ご参考にいただければと思います。合わせてまあ、シャープ8000番の子ども医療電話相談もありますので、ご活用ください。この冊子についてはインターネットから印刷することもできますし、日本小児救急医学会に依頼すれば、1冊30円と送料のみでまあ、印刷物をまあ、自宅まで郵送してくれます。 詳細は動画説明欄に記載してありますので是非ご覧ください今回の説明は以上となります今回の動画を見てためになった分かりやすかったと思った方は是非グッド評価そしてチャンネル登録をお願いいたしますまたコメントも是非是非お願いしますコメントは全て目を通させていただき今後の制作提言や動画制作に役立てていきたいと思います今回はご視聴いただきありがとうございました